シンプルファイターです。皆さん、新年明けましておめでとうございます。お正月といえば、やっぱり 3D CADのライセンス更新ですよね。今日は PTC さんの学生さんと教員の方は無料で使えるクレオパラメトリック 5.0 のライセンスを更新していきたいと思います。今まではですね、ライセンス更新するときは一旦アンインストールして、初めからインストールし直してライセンスを更新してたんですけども、今年初めてこういったダイアログボックスが出てきました。ここを押せばなんか更新できるかもしれないでね、一度チャレンジしていきたいと思います。じゃあまずライセンスを更新をクリックして、 PTC ライセンス更新というダイアログボックスが出てきました。以前インストールした時に作ったアカウントをこんな風に打ち込んで、ライセンスを更新をクリックしてみましょう。これできるのかな。一回やってみましょう。顧客が検証されていません。なんでやねん。パスワード間違えた？一回、PTC さんのサイトでログインできるか確認してみましょうかね。パスワード間違ってるとかかな？あ、ちゃんといけてる。ちゃんとログインできましたよ。顧客が検証されていませんって書いてますね。もう一回やってみようかな。ライセンス更新もう一回押してみましょうか。やっぱりダメだ。顧客が検証されませんって書いてますね。続行かな？一回続行してみましょうかね。続行クリック。これでどうなるんだろう。あ、ダメだ。これね、ライセンスがないですよっていうエラーですね。多分 OK をしたとこのまま閉じちゃうと思います。やっぱり閉じられちゃいましたね。ちょっとググってみようかな。なんかそれらしい情報がググってもないですね。これはちょっとわかんないんで、一旦アンインストールしてもう一回再インストールしましょうかね。というわけで、コントロールパネルを開いて、クリックと。一旦クレオ 5.0 アンインストールしますね。プログラムのアンインストールをクリックと。PTC クレオの5を削除しましょう。一回実験で入れた6も一緒に削除しようかな。これはおそらく選択したアプリケーションのみをアンインストールじゃなくて、このバージョン内の全てのアプリケーションとユーティリティをアンインストールした方が、一気にいろんな PTC のクレオ 5.0 の関連ソフトも削除できると思うんで、このバージョン内の全てのアプリケーションとユーティリティをアンインストールしましょうね。それでアンインストールをクリック。結構時間かかりそう。しばらく待ちますね。はい、クレオ 5.0 が全部消えましたね。一応前実験で使ってみたクレオ 6.0 も一緒にアンインストールしとこうかな。クリックして、右クリックしてアンインストールと。こちらも関連ソフト全部ね、アンインストールしちゃいましょう。アンインストールをクリック。これも結構時間かかりそうだな。しばらく待ちますね。はい、クレオ 6.0 もアンインストールできました。それでは、新規でクレオをインストールするための手続きを行っていきたいと思います。まずは、メーカーの PTC さんのウェブページに行きまして、こちらをクリック。あ、日本語ページに来ましたね。日本語ページだと、この辺に教育版インストールみたいなものが出てこないので、どうしようかな。英語版のページに行きましょうかね。この日本語ってところを、イングリッシュにすると、いけるのかな。教育版ダウンロードできるページに飛べるかもしれない。エデュケーション&サポートありましたね。イングリッシュ版のページに行かないと見れないっぽいですね。教育版のクリックするところが出てこない感じがしますね。じゃあ早速このエデュケーションサポートのところの PTC エデュケーション、こちらをクリック。スチューデントとかエデュケーターを選ぶんですけども、学生さんはスチューデント選んでくださいね。私は学校の先生なんでエデュケーターにします。フリーソフトウェアをクリックして、K12 がおそらく小学生以下かな？大学生とかはこっちのユニバーシティになりそうなんで、こっちをクリックですかね。ここをクリック。ここでは1年前に行った内容と同じなんですけども、ここに個人情報を入れていきましょうね。カントリーはもちろん、ジャパンですね。What best describe you は、私はカレッジユニバーシティエデュケーターにしますね。学生さんはこのカレッジユニバーシティスチューデントのですね、自分の年齢に合ったところを選択してくださいね。そして自分の携帯電話番号を入れます。そしてサブミットをクリック。OK。インストールクリオ 8.0 Now っていうね、最新版のクリオ 8.0 をインストールしたいところなんですけども、学校とかではですね、ちょっと古いバージョンのクリオが入っていることが多いので、あえてクリオ 5.0 古い方をね、今回はインストールしていきたいと思います。最新版インストールしたいっていう人はね、8.0 の最新版をクリックしていただいても全く問題ないと思いますね。では、クリオ 5.0 をクリック。こちらの PDF はね、以前のクリオインストールの動画でも説明した通り結構重要なんでね、ダウンロードしておきましょうね。デスクトップに保存と。こちらの URL をクリック。以前のクリオのインストールの動画ではですね、ここで、Create a New Education Account ということでですね、PTC さんのアカウントを作ったんですけども、すでにクリオをインストールしていて、1年後にライセンスが切れて、もう一度、クリオを再インストールして、ライセンスを更新する場合はですね、すでにアカウントを持ってると思いますので、1年前にインストールした時に作ったアカウントを使ってですね、ログインしてください。
これでログインをクリック。そして、こちら英語になってるんですけども、日本語の輸出に関する契約書に変えて、輸出に関する契約書を読んで、チェックを入れて、OK をクリックですね。そしたら、ダウンロードページに飛びますからね。今回は、最新版のクレオ 8.0 じゃなくて、クレオ 5.0 にしましょう。クレオ 5.0 Win64 DVD の HTTPS を押せばいいと思う。OK。ちゃんとデータがダウンロードできましたね。結構時間かかるんでしばらく待ちましょうかね。はい、オッケー、ダウンロードできましたよ。こちらのデータを右クリックで全て展開。展開ですね。これも時間かかりそう。気長に待ちましょうか。はい、展開できました。これを開いて、セットアップファイルがね、3つあるんですけども、セットアップスクールとかセットアップトライアルとかはですね、起動できなかったんで、セットアップ .exe、こちらですね。セットアップ .exe でインストールしてくださいね。こちらをクリック。新規ソフトウェアをインストールですね。次をクリック。ソフトウェアライセンス契約を読んで、契約に同意して、輸出管理規制を確認して、輸出に関する契約書を確認して、チェック入れて、次をクリック。ここにですね、先ほどダウンロードした PDF のコードを入力しますね。コードは、ここに書いてありますね。これをコピーして、シンプルライセンスエントリーに貼り付けと、そしてライセンスをインストール。ちょっと待てよ。なんか前のライセンスが残ってるみたいですね。ここに残っちゃってるので、これ一応消しときましょうか。これね、たまにね、前のライセンスがそのまま残ってて、それが引っかかってですね、起動できないことがあるんで、これも消しちゃいましょう。マイナスを押して全部消します。ふっからかの状態にしてライセンスをインストールしましょうね。こうしといた方が安全。そして空っぽにしてから、ライセンスをインストールをクリック。ログイン先がね、出てきますので、1年前に作った BTC アカウントの ID とパスワードを入力してくださいね。で、ログインをクリックと。これで、ここの処理していますってところが、ライセンスが有効になりました的な表示になると思うんですけども。はい、OK! 成功になりましたね。で、ここのね、ライセンスは1個だけにしといてくださいね。これ、ね、2、3個あったらね、使えないライセンスの方を選択しちゃって、起動できないっていうことがありますので、必ず最新の1個だけにしときましょうね。これで次をクリック。で、ここは特に変えなくてもいいかな。推奨設定でそのままインストールしちゃいましょう。これでインストールをクリック。さあ、インストールが完了するまで待ちましょうかね。はい、インストール完了しました。ちょっと警告出てますけどね、これね。一応見ておきましょうか。これは多分私のノートパソコンのスペック若干足りないんじゃない的なことを言われてるんだと思います。グラフィックボードつけた方がいいよ的な感じですかね。あと下の方の JRE のバージョンって書いてあるのは、これはおそらく Java が古いとかってことかな。この計画ほっといても別にちゃんと使えたのでね、これは問題ないと思います。このまま終了をクリックと、クリオが起動するか確認してみましょう。クリオパラメトリックをダブルクリックと。ちょっとエラー出てますけども、多分問題ないはず。いいえ作業を開始にして、あ、大丈夫です。そうですね、これははいでいいかな。リソースセンターのね、この部分は特に開かなくてもいいので、切っておきましょうかね。新規作成でちゃんと立体が作れるか確認しましょうね。スケッチで円を描いて、これを押し出しましょう。OK ですね。ちゃんと立体が作れましたね。輪郭が見にくいので、ビューで表示されを変えようかな。エッジ付き性とか好きですね、私はね。うん。これでちゃんと輪郭が黒い線引かれて見やすくなりましたね。はい、どうもありがとうございました。今日は1年前にインストールしたクリオ 5.0 のライセンスが1年間で切れてしまったので更新しようと思ったんですけども失敗しました。なので一旦クリオ 5.0 をアンインストールして、もう一度再インストールの手続きを行いました。1年前にクリオ 5.0 をインストールした時にですね、メーカーの PTC さんのアカウントは作ってたので、手続きとしてはね、1年前よりは少し手順が少なくなって楽だったと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。